やっほー。やっほー。さて、室町幕府といえば足利尊氏が京都で創始した武家政権として有名だよな。有名すぎるわね。そして幕府が関東10カ国を統治するために出先機関として設置したのが、鎌倉府。そしてこの鎌倉府の長官が、鎌倉公と呼ばれたりするわけだけど、次第に代を重ねるに従って京都の幕府と対立するようになってしまうよな。幕府の出先機関のくせにほとんど幕府と争ってた気がするわね。でも、なんでそんなことになっちゃったんだろ。ということで今回は、鎌倉府や鎌倉公とは一体何なのか、その歴史について簡単に解説していこうと思うぜ。ふむふむ。もともと、鎌倉府というのは後醍醐天皇が建武の新政の一環として、関東統治を目的に、王子成吉親王を奉じて足利尊氏の弟の忠義が鎌倉へ下校して創設された、鎌倉将軍府が起源だと言われてるぜ。鎌倉幕府が滅亡したとはいえ、この頃の関東は不安定な状態だったでしょうしね。とはいえこの時成吉親王はまだ幼かったから、実権は足利忠義が握ってる状態だったみたい。その後、北条氏の残党が挙兵した中仙台の乱で成吉親王と足利忠義が鎌倉を逃れたことで将軍府は瓦解。さらに鎌倉を奪還した足利尊氏たちが後醍醐天皇から離反すると、その後1336年には室町幕府が成立。足利尊氏は自身の子、義昭を鎌倉へ置いて関東の統治に当たらせることにしたんだ。この頃になると南北朝の争いもあったし、関東もごたごたでしょうね。だけど室町幕府内では、尊氏の弟忠義の派閥と、尊氏の側近河野師直の派閥が対立。この対立の結果、なんと忠義は出家して幕政から退くこととなり、ここから官能の上乱と呼ばれる幕府の内紛へと発展していくわけだけど、退いた忠義の代わりに幕府の政務統括者となったのが、この頃鎌倉を治めていた尊氏の嫡男義昭だったんだ。そして義昭の帰落と入れ替わりに、義昭の弟も当時が鎌倉に下校して初代鎌倉公方となったことで鎌倉府が成立したと言われてて、代々も当時の子孫がその地位を受け継いでいくことになるんだ。関東だけじゃなくて幕府内でもごたごたし始めた中で鎌倉府もできたのね。とはいえまだ元当時は幼かったから執事という補佐を置き、幕府にも将軍を補佐する執事、後の管領がいたから、これと区別するために関東執事、後の関東管領って呼ばれたりしたみたいで、当初は上杉氏や柴氏、畠山氏が関東執事に就任したりしてたけど、次第に上杉氏が独占して世襲するようになっていったんだ。関東を統治するために置かれた幕府の出先機関が鎌倉府で、その長官が鎌倉公方、そしてその補佐が関東執事、関東管領ってことね。さて、こうして関東統治を目的に設置された鎌倉府、初期の権限は軍事指揮権が中心で、所領の安堵権や治療権、裁判権といった領域支配に必要な権限は京都の幕府にあったんだけど、官能の上乱や南北朝の争いといったごたごた続きの中、統治の困難な関東では鎌倉府に権限を集中する必要があったみたいで、後に尊氏は所領の安堵権や治療権、裁判権などをも当時に付与したんだ。確かに遠い京都の幕府よりも鎌倉府に権限を持たせて関東を直接統治した方が安定はしやすそうだけど、鎌倉公方も尊氏のこの流れを組むわけだし、これじゃあ将軍と鎌倉公方の身分差がほとんどない状態な気がするわね。こういった背景もあって、京都の幕府や将軍に対して鎌倉公方が独立的だったり、反抗的な動きをするきっかけにもなってしまったのかもしれないな。ごたごたしてたから多くの権限を与えたけど、それがかえって反抗する力も与えちゃった感じね。幕府は守護の権限も強化したりしたけど、ごたごた続きで圧倒的な支配力がなかったから、それを取り上げるのも難しかったのかもな。成立してすぐ幕府内で内紛起きちゃってるしね。そして1379年、三代将軍足利義満の時代に、室町幕府内部の抗争、公約の政変が起こると、なんとこの混乱を中央進出へのチャンスと思ったのか、二代鎌倉公方の足利氏光が将軍の義満に対して挙兵しようとするんだ。いや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 、普通に反乱を起こそうとしちゃってるじゃない。公約の政変は幕府の慣例だった細川頼之が失脚した政変なんだけど、この時反細川頼之派だった柴氏が氏光を勧誘、先導して挙兵を促したとも言われてるぜ。だとしてもさすがにやりすぎよ。結局この氏光の挙兵計画は、当時の関東管領上杉憲春が自陣して氏光をいさめたから最終的に断念するんだけど、挙兵の計画があったことは将軍の義満に伝わってしまうんだ。ああ、バレちゃった。対して氏光は謝罪の使者を送ったんだけど、当然両者の確執は決定的なものとなるわけで、鎌倉公方と将軍家との対立も解消されることはなく、代を重ねるにつれて対立も深まっていくんだ。対立も何も、鎌倉公方が勝手に将軍や幕府に敵対してるだけな気がしないでもないけど、その後1399年に大内義弘が義満に対して挙兵した応永の乱が起きると、なんと三代鎌倉公方の足利光兼は、義弘に加勢しようと鎌倉を立ち進軍。この時も、後に関東管領になる上杉兼定が光兼を思いとどまらせようと諌めていたみたい。いやいやいや、どんだけよ。
とはいえ結局大内義弘が廃止したことを知った三金は鎌倉に引き返したみたいで、後に幕府に恭順の意を示し、最終的に罪を許されたそう。一応恭順の意を示したとか、許したとは言ってるけど絶対ギスギスしてるやつよね。そして四代鎌倉公方の足利持氏の時代になると、鎌倉公方と将軍や幕府の対立も、さらに激化していくことになるんだ。1425年、五代将軍の足利義和が亡くなると、その3年後には前将軍の義持も亡くなってしまい、なんとまさかの将軍職が空位という状態になってしまう。すると足利持氏、自身も高氏の流れを汲む足利氏の一族だったから、六代将軍の座を望むようになったそうなんだ。まあ確かにそう思う気持ちもわからないでもないけど、だけど結局六代将軍の座は義持の弟4人の中からくじ引きで選ばれることになり、その結果、天台座主になっていた義円が現続、足利義則が六代将軍に就任するんだ。出た、足利義則。すると将軍の座を望んでた持氏は不満だらけ。新将軍の義則を現続将軍と過論じ、義則の将軍就職祝いの使者を送らなかったそうで、幕府と対立する姿勢を見せ始めたんだ。将軍になれなかったから拗ねちゃったやつね。そんな中で関東管領上杉則真は、持氏と義則の融和を懸命に務めたんだけど、逆に持氏は則真を遠ざけるようになり、則真が持氏に撃たれるという噂まで流れるほどになると、1437年に則真は関東管領を辞職したりもするんだ。とはいえその後も持氏の将軍継嗣はやむことはなく、嫡子が元服を迎える際、本来なら将軍に一時を拝領するのが慣例だったんだけど、なんと持氏はそれを無視して義久と名付け、さらに義久を源の義家に儀して、八幡太郎の通称を称させて鶴岡八幡宮で元服の式を挙げたんだ。義の字は足利将軍家の通り字だったし、めちゃめちゃ将軍職を狙ってる感じが。さらにこの元服式に出席しなかった上杉則真と持氏の対立も決定的なものになってしまい、則真が鎌倉を去って両国の神津家の国へ下ると、持氏はこれを則真の反落と捉えて討伐へ乗り出す。そして一方でこの状況に六代将軍の義則は、上杉則真の救援を名目にして持氏の討伐に乗り出すんだ。義則からすれば持氏を攻める絶好のチャンスよね。結局朝敵にまで認定されて攻められた持氏は大敗、停発して恭順の姿勢を示し、則真は義則に持氏の除名嘆願と義久の公方就任を懇願するんだ。だけど義則は許すことはなく、逆に則真に対して持氏の追討を命じ、こうして則真はやむなく持氏を攻めたことで、最終的に自害して果てたんだ。まあ確かに私が義則だったとしても許さないかもね。そしてこの持氏が討伐された影響の乱によって、持氏だけでなく、嫡男の義久も自害してしまったことで、鎌倉公方は一旦滅亡することになるんだ。まさかのここに来て鎌倉公方が滅亡、でも一旦って言ったわよね。そうだぜ。こうして六代将軍足利義則は新しい鎌倉公方として、なんと実子を下降させようとするんだ。支配下に置きやすいしね。だけど反発した持氏派の残党や、下総の結城氏とも持友伏などが持氏の意地を擁立。こうして室町幕府に対して反乱を起こす結城合戦が起きると、結局はこの反乱も鎮圧され、捕らえられた持氏の意地のうち、春大丸と安大丸は義則の命によって亡き者にされ、もう一人の意地重氏が京都へ送られる最中のこと、なんと足利義則が暗殺される可吉の乱が起きたことで重氏は処分が実行されず、幸運にも生き延びたんだ。まさかのここで義則が、そしてその後、関東の武士たちの要望もあって鎌倉府を再興することが幕府より許可されたことで、生き延びていた重氏が五代鎌倉公方に就任。さらに新たな関東管領には上杉則忠が就任したんだ。あれだけ対立してたのに関東管領は上杉氏なんだ。だけど則忠の父の上杉則真は、影響の乱において重氏の父持氏を自害に追いやった存在。当然そんな二人の関係がうまくいくわけもなく、なんと1455年に重氏は上杉則忠を御所に呼び寄せて謀殺。そしてこの足利重氏と上杉家の対立関係をきっかけに、約30年にも及ぶ関東の大乱、行徳の乱が勃発することとなるんだ。これがきっかけで関東では一足先に戦国時代に突入したとも言われてるわよね。こうして重氏勢と上杉勢の戦いが関東のあちこちで起こるようになると、重氏も自ら出陣して上杉勢に連勝。一方で苦戦していた上杉勢、事前に則忠謀殺の件を幕府へ報告、重氏政党を要請してた。そしてこれに対して室町幕府は重氏討伐を決定、上杉氏の援軍として駿河守護の今川則忠が派遣されると、重氏が留守にしていた間に鎌倉を制圧するんだ。まさかの本拠地が、そして一方の重氏は鎌倉へ戻ることを諦め、下総の古賀を本拠地にするようになったから、古賀公方と名乗るようになったんだ。こうして古賀公方が誕生したわけね。とはいえ、その後も重氏勢と上杉勢の対立は収まることはなく、そんな中で室町幕府は重氏に対抗するために、八代将軍義政の異母系、正友を新たな鎌倉公方として投下させたんだ。義則と似たようなことをしようとしてるわね。
だけどまさかの正友、騒乱によって鎌倉に入ることができず、さらには関東地方在住の武士たちの支持や協力も得ることができなかったから、手前の伊豆堀越に留まることになって御所建設、こうして堀越公方と呼ばれるようになったんだ。まさかの鎌倉公方は結局不在のまま、ここに来て重氏の古賀公方と正友の堀越公方が誕生したのね。そして関東がごたごた状態のさなか、なんと今度は上杉氏の内部で争いが起きるようになってしまい、これに危機感を覚えた上杉氏は、古賀公方の足利重氏に詫びを申し出るんだ。一方で長年争い続けてきた重氏もこの状況に嫌気がさしてきたのか、ついにこの提案を受け入れては僕、さらに1483年には幕府と重氏の和睦も成立。こうして1455年からごたごたと続いていた京徳の乱は終結するんだ。あのごたごたしてた応仁の乱より早く始まって長く続いちゃってたのね。そして足利重氏は引き続き古賀公方として関東を統治することになり、一方で伊豆は堀越公方の足利政友が統治することになったんだ。結局鎌倉公方そのものは復活しなかったのね。そして堀越公方のその後、足利政友が亡くなった後、茶々丸がその後を継ぐんだけど、北条早雲に攻められて自害、なんとわずか2代で堀越公方は滅亡するんだ。ちなみに、北条早雲は戦国時代の後北条氏の祖にあたる人物で、後にこの後北条氏が関東で勢力を拡大していき、支配していくことになるんだ。結局ごたごた続きで疲弊してたし、攻められたらあっけなく滅んじゃうのね。そして一方古賀公方はその後、足利重氏の亡き後その子孫が代々引き継いでいくことに。だけど第二代古賀公方の足利政氏は、息子の足利高元と不和になって対立。さらにその争いの中、高元の弟である空年が現続して足利義明を名乗り、お弓公方として自立すると。その後義明は、第三代古賀公方で兄の高元や、その子にあたる第四代古賀公方の足利晴氏と徹底して対立。関東一円に支配権を築こうとしたんだけど、1538年に四代古賀公方の足利晴氏と手を結んだ北条氏綱の反撃にあって戦死。その後義明の子の足利頼澄が里見氏を頼って阿波の国に落ち延びたんだけど、結局お弓公方は事実上滅亡したんだ。お弓公方なんてものも誕生してたのね。そして一方古賀公方は、晴氏の息子の義氏が継いだんだけど、次第に後北条氏が関東に進出してきたことをきっかけにその影響力を失っていき、五代目にあたる義氏が1583年に亡くなると、義氏には後を継ぐ男子の子供がいなかったため、これをもって古賀公方は滅亡したとされてるんだ。結局古賀公方もそうなっちゃうのね。さらにその後の時代になると、豊臣秀吉による小田原征伐後、秀吉は名族である足利氏の断絶を惜しんだそうで、古賀公方の義氏の娘にあたる足利氏姫を、祖父の代より敵対していたお弓公方、足利義明の孫の足利国ともに目合わせたそうで、さらに下野喜連川に、400貫の所領を与えたそう。なんだか意外だけど、ちゃんと生き残ってはいたのね。これにより、お弓公方として義明が自立して以来、約80年ぶりに関東の足利領家が統一されることになったんだけど、国友はすぐに喜連川に入ったものの、氏姫は古賀公方着流の意地を通して、古賀公方館に住み続けたみたいだぜ。結局はギスギスした感じなのね。さらにその後国友が亡くなると、足利氏姫は国友の弟、頼氏と再婚。頼氏は喜連川の所領を受け継いで喜連川の名字を称するようになったんだ。さらに1600年の関ヶ原の合戦の際、頼氏自身は出陣はしなかったんだけど、戦後に徳川家康に戦勝を祝う使者を派遣したことが評価され、その後戦国を加増の上、喜連川4500国が&、その後も徳川家康は足利氏の格式を重んじて喜連川氏を優遇していたみたいで、設計や将軍家とその一門や供養などに許された御所の称号で、尊称としては最高級に位する御所号を許し、武家官位を受けずに無位無官でありながら歴代の鎌倉公方が任官した様の神や左表の神を名乗ることが公式の場でも許されてたり、以後の将軍も代々喜連川家を重んじたそうで、前田家や越前松平家などと同じように王老家に始皇石が置かれたそう。めちゃくちゃ厚遇されてるじゃないの。さらに享保年間には諸侯扱いとなり、喜連川藩の総国高は4500国程度に過ぎなかったにもかかわらず、なんと10万石相当の国主並み価格だったそう。そりゃ確かに足利氏の後裔という由緒ある家柄だけど、なんでこんなに特別扱いなの？古賀公家が徳川家の関東移封の前まで関東で一定の権威を有していた存在だったし、徳川家による関東地方支配や、幕藩体制における全国支配が確立していない時期には、喜連川家に対する一定の配慮がなされたからだとも言われてるぜ。厚遇だけを聞くとすごい良さそうだけど、逆に格式を保つための出費がとんでもないことになりそうね。その後喜連川家は、関東足利氏傍慶から養子が入ったものの明治まで続いたみたいで、明治維新後は足利姓に服し、諸侯扱いであったことが考慮されて家族となり、明治17年に当時の当主、足利尾と丸が子爵に除されたりしたそうだぜ。結局鎌倉公方や古賀公方とか堀越公方もなくなったけど、まさかその子孫が大名としての格式を与えられてたなんて、めちゃくちゃ意外だったわ。
ていうことで今回の解説はここまで。本当に最後までご視聴、ありがとうございました。これからも歴史に関する解説を頑張っていくので、ぜひ高評価ボタンと、面白いなって思ったらでいいので、チャンネル登録してもらえたら嬉しいです。それではまた次回の解説で。またねー。